今までの考え方のままだったらこれからもそういう人生なんですよ。だから面白いのは結構人生うまくいってない人ほどですね、自分の概念、自分の思い込みにこだわるところがあって、あるいは自分というものにものすごいこだわっててね、変わりたいって言いながら実は変わりたくないんじゃないかと、自分の今までの考え方っていうのをものすごい握りしめてる傾向があるんですよね。皆さんこんにちは、大島秀明です。今日もね、石垣島の海岸からお届けしてるんですが、今台風18号が、上陸する寸前ということで結構風が強くてですね、髪なんかバサバサなってますし、結構風の音とかねマイクに入ってしまう、かもしれないんですけれど、今日はすごい重要な話、すごい話をしますんでぜひ最後まで、楽しんでご覧いただきたいなと思っております。で、今の時期にねどうしても出しておきたかった動画なんで、ちょっと台風前に撮っちゃおうということでね、この環境の中で、撮らせていただいてますけれど、前回からね、おそらくスピリチュアルを今まで学んできた方、あるいは、文化的な背景でね、なんとなくそのスピリチュアル系の教えっていうんですかね、例えばお墓なんかも考えてみるとそうじゃないですか。どうしてもその文化の神話であるとかそういうものの影響を我々がすごい受けて、その限定の中でね生きているので、そのあたりを、解いていこうと、もっと自由になっていただこうということでこのシリーズ始めたんですけれど、で前回、魂はないっていう話をしたんですね。で、スピリチュアルとかの思い込みのある人はね、魂がないっていうタイトル見ただけでね、もうなんだこいつはってとんでもねインチキだっていうことでね、見ることもしなかった人も結構いると思いますし、あるいは見たけれども、あなたの言うことはまあわかる、あるいは言ってることはわかるけど、なんだかんだ言ってそれってインチキだよねって思った方もいるかと思います。それで別にね、今までの考え方で全然私は腹の底からね満たされてる、幸せだって言えるっていう人だったら別にいいです、見なくても、ただ今までそれを信じてきてね、何か、束縛されてる感じがした、あるいは今一つ幸せじゃないっていう方は、今までの考えをちょっと置いといてね、横に置いといて、こういう考え方もあるんだ、こういう捉え方もあるんだっていうのをちょっと客観的に見ていただきたいんですよね。そうしないと今までの考え方のままだったらこれからもそういう人生なんですよ。だから面白いのは結構人生うまくいってない人ほどですね、自分の概念、自分の思い込みにこだわるところがあって、あるいは自分というものにものすごいこだわっててね、変わりたいって言いながら実は変わりたくないんじゃないかと、自分の今までの考え方っていうのをものすごい握りしめてる傾向があるんですよね。ですからそのあたりちょっと置いておかないと、また別の視点っていうのが入る余地がなくなってしまうのでね、とりあえずニュートラルな感じで聞いていただきたいと思うんですが、今日のテーマもおそらく、スピリチュアルとかね、あるいはスピリチュアルまでいかなくても、なんとなく生まれ変わり輪廻転生っていうものを信じながら生きてきたっていう人にとっては
とんでもない話ですごい抵抗があると思うんですけれど、今日は輪廻転生はないんだっていう話を、していきたいなと思ってるんですね。だからそれが正しい間違ってるじゃなくて、とりあえずこういう考え方視点もあるんだっていうところでニュートラルに捉えていただければいいかなと思うんですけれど、輪廻転生がないってどういうことって、そんなこと言ったって今なんかたくさんの情報がある中でね、過去世の記憶がある子供たちの話とかあるじゃないかと。日本なんかでもね、あの姫百合の塔なんかの話の由来でね、その戦時中に亡くなった方がね生まれ変わって、そして子供の時にですね、その死ぬ時の状況を鮮明に覚えてるとかね、あるいは世界的に言うと、その輪廻転生っていうものを体験して、つまりまあ生まれた子供の頃にね、その前世のお父さんお母さんの記憶が残っててね、実際に会いに行ったら本当にそういう人がいたみたいな話、あるじゃないかと。あるよ輪廻転生はっていう方もいらっしゃると思います。それで大島自身もこの空の体験をするまでは、その過去世っていうのを何度も思い出してるんですよ。それでそれはものすごい鮮明に思い出していて、特に印象に残ってるのは前世ね、三国志の時代に、武将として生きてた時代のこととか特に印象に残ってるんですけれど、とにかく来る日も来る日も戦いに明け暮れてですね、頭の中は、戦いのことでいっぱいでね、それでもう嫌になっちゃってね、もういい加減人を殺める行為っていうのにうんざりしてしまって、あるいは勝ち負けっていうのにねうんざりしてしまって、まあ脱走するんですよね。そして脱走して山の中に逃げるんだけど、そこで、食料もない、まあしかも追ってから逃れながらね、生きていくんだけれど、どんなに苦しくてもやっぱりこれ以上、人の命をね、殺めるっていうのはできないっていうことで苦しみに苦しんで、忘れもしません、綺麗な川が流れている、そのほとりのところでまあのたれ死ぬんですよね。でそういうのも、鮮明に覚えてますし、あるいは中東でね、先生をやってた時代の話とかね覚えてるんですよ。つまり子供たちにいろんな知恵を教えていた時代がありまして、でそこで、まあ日々子供たちの成長を楽しみながらね、その自分が知っている英知っていうのをこう分かち合っていくんですけれど、ある時に疫病が流行るんですよ。そして子供たちがバタ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 、亡くなっていくと。でその中で自分がどれだけ英知っていうのを持ってたとしても子供たちを助けられないっていうね、不甲斐なさやるせなさっていうのをものすごい苦しみながらね、最後は自分自身も、その疫病にかかって死ぬっていうね、のを覚えてるんですよね。じゃあそれだったら過去世、輪廻転生ってあるじゃないかって、思われると思うんですが、実はないんです。まあもっと正確に言うと個人的な過去世はないんですって言った方がいいかなと思うんですけれど、でそれどういうことなんですかと、いうことなんですけど、まあ前回からねワンネス全ては一つだっていう話をしてますよね。で前回も言った通り、
深い瞑想に入っていると、最初は個人の領域でいろいろな雑念であるとかね、情報がマインドの中にどんどん入ってきて、そういうものと対峙することになるんですけれど、もうもっともっと深く入っていくとね、その個っていうものが溶け去ってしまうんですよ。そうすると、集合意識的なというか、全てが一つの領域に、入っていっちゃうんで、分離っていうものが実際ないんだっていうのを体験としてね、はっきりと分かってきますし、その瞑想の境地のままこの世界で生きているとね、はっきりと実感として個っていうものはないんだっていうのが分かるんですよ。